こんにちは。今日は本当は金曜日にやろうとしてたコンビニの新商品を食べます。それではいただきます。まずはじめにドラモッチいちご&ホワイトチョコを食べます。袋から取り出すとこんな感じです。半分に切るとこんな感じです。ドラモッチは外れがないからね。うわー、美味しい。生地は安定のしっとりもっちりとした生地で、いちごクリームはミルキーかついちごの甘酸っぱさがあって、種の食感がプチプチといいアクセントになってます。いちごの甘酸っぱさもあるけど、サワークリームやレモン果汁も入ってるからか、ほんとミルキーな甘さなんだけど、爽やかさもあって美味しい。でね、真ん中のホワイトチョコクリームは練乳やホワイトチョコのコクを感じ、ミルキーで甘くって美味しいです。どっちのクリームもね、口どけ滑らか。この麦もっちりな生地にミルキーの甘さと甘酸っぱさがたまらない。次はほぼクリーム、ほぼほぼクリームのシューいちごを食べます。袋から取り出すとこんな感じです。半分に切るとこんな感じです。では食べてみます。甘酸っぱくて美味しい。トッピングのいちごパウダーは甘酸っぱくて、生地はね、下は香ばしく厚めで、上の覆ってる生地はやや薄く、程よくもっちり、そして歯切れがいいです。でね、中のいちごクリームがふわふわで柔らかく飲めます。優しい甘さといちごの甘酸っぱさ。このいちごのホイップクリーム果肉入りだから、果肉の食感や種のプチプチ感も楽しめます。うん、美味しい。次はいちごのカップショートケーキ、いちご&ホワイトチョコを食べます。上から見るとこんな感じで、横から見るとこんな感じです。ではまずは一気にすくって食べてみます。そりゃ美味しいよね。まずね、トッピングのドライイチゴは酸味が強くアクセントになってます。でね、イチゴホイップクリームはふんわり口どけ滑らかで、優しいミルキーな甘さとイチゴの甘酸っぱさで、イチゴミルクみたいな、そんな感じの味。でね、この間のイチゴソースは、まあ、なんだろう、若干プルンと弾力があって、濃厚なイチゴの味わいと甘酸っぱさが楽しめます。スポンジは卵の風味がしてふんわり。でね、スポンジとスポンジの間にホイップクリームだと思ってたんだけど、実はホワイトチョコレートのムースが入ってて、質感はね、固めのクリームみたいな感じなんだけど、ホワイトチョコレートのコクがあってミルキーで美味しいです。やっぱりね、ショートケーキだから生のね、いちごがね、半分でも乗ってたらよかったかなと思うんだけど、300円ならまあ味も美味しいし、しょうがないかな。次はもちもちいちごケーキ大福、いちご&ホワイトチョコを食べます。袋から取り出すとこんな感じです。半分に切るとこんな感じです。普通の大福より大きめで、大福ってこう包んであるじゃん。だけどね、これは下がスポンジです。この厚めの生地のインパクトがすごいね。
ほんのり甘くってすっごいね柔らかくてもちもち、なんかでも大福生地ってよりは素甘とかをスーパー柔らかくしたみたいな、そんな感じ。でね、いちごホワイトチョコムースはやや固めのクリームみたいな感じで、ホワイトチョコのミルキーかつ優しいいちごの風味があります。このいちごチョコムースだけ食べたら全然酸味とかなくて、甘いいちご風味のホワイトチョコレート味って感じだけどね、この真ん中にあるいちごジュレがとろっとしていて、種や果肉の食感も楽しみつつしっかりとした甘酸っぱさがあるから、味のバランスはちょうどいいかな。でね、下のスポンジはちょっと粗い感じはするんだけど、しっとりふんわりしてます。まあ美味しいんだけど、私は雪いちごのが好きかな。次は渦巻きいちごロールケーキを食べます。袋から取り出すとこんな感じです。結構大きいね。かもなく不可もなくというか、ごめん。このね、いちごクリームなんだけど、甘酸っぱさはね、あるんだよ。あるんだけど、菓子パン特有の油脂感たっぷりのクリームなんだよね。このもたっとした感じがちょっと苦手だから、うわーってなってるんだけど、いちごの甘酸っぱさでカバーしてるって感じ。私が苦手ってだけで、銀チョコみたいなこの油脂感があるクリーム好きな方にはたまらないと思う。生地はね、甘くてキメが細かくってふんわり芋増してるし、しっとりタイプかな。あーでもね、結構ボリュームあるし、これ最後まで美味しく食べられるかなと思ってたんだけど、やっぱりこのいちごの甘酸っぱさがね、ホイップクリームのモワーンってした感じをいい感じに消してくれる。まあ好みだよね。最後カスタードデニッシュを食べます。袋から取り出すとこんな感じです。あーこれデニッシュだから焼きたいんだけど、ちょっとそのまま食べてみようかな。すごい香ばしくって歯切れがよくって、でもやっぱしっとりな感じかな。これがね、好きって方もたくさんいると思うんだけど、私はねサクサクさせたい派なので、トースターで 1,2 分温めてきます。はい、リベイクしてきました。もうね、甘い香ばしい香りが広がってる。おいしい。生地はね、さらに香ばしくなってサクサクで軽快です。で、いちごカスタードなんだけど、いちごジャムの方が圧倒的に強く感じる。いちごジャムはね、温めたことによってとろっとしました。種のプチプチ感が良くて、まあ、一般的な甘酸っぱいジャムです。でね、カスタードクリームはぽってりしていて、まあ、これまた一般的な味わいというか、卵の風味とバニラの風味がします。個人的にはもうちょっとカスタードクリームも多くてよかったかなとも思う。でもね、この王道な美味しさというか、こういうのでいいんだよみたいな、そんな感じの美味しさです。ごちそうさまでした。ローソンのいちごの商品美味しかったです。中でもね、特に美味しかったなと思ったのが、やっぱりドラモッチかな。あ、ほぼクリームも美味しかったか。皆様もぜひ食べてない商品ありましたらお試しください。今日も最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ高評価、チャンネル登録、コメントぜひよろしくお願いします。さよなら。
一番結びの一杯、おにぎりに合うあさりだし味噌ラーメンを食べます。はぁ、美味しい。確かにこのラーメンってよりは味噌汁味が強いね。ポークベースなんだけど、昆布のエキスだったり、何よりね、アサリの出汁がしっかり効いてて、まさにこう白米でおにぎり食べたくなる味だ。やーば、これ美味しい。日本人でよかったな、ラーメンだ。麺はね、中細の、やや縮れてるかな。うん、しなやかで、まあ、時間経ったらね、すごい柔らかくなりそうな麺ではあるんだけど、もうスープが美味しいからね。これも毎食のお供に食べたいの。落ち着く、美味しい。